元日本代表がダメだし、田中碧葉代表レベルではない。日本代表で活躍した本田康俊はどう評価したか。田中碧の落選について賛否両論があるだろうが、個人的に理解できる。私が監督でも、彼は代表レベルに達していないと考える。田中は対戦でもゴールを決めているし、これまでの実績を考えれば、本人も納得いかないだろう。だが、ボランチとしての能力を考えると、守備面に疑問符がつく。運動量は豊富だが、ポジショニングが甘く、対人の強度も決して高くない。わお、代表レベルではないと言われてしまう。なら前で使えばいいってなるけど層が厚い。もうセンターフォワード狙うしかないな。実際アシストレイでデュエル派よく負けるわお。強度の高い試合で使いたいかというと微妙。だってワオのゴールの時、すぐ隣にフォワードいるからワオじゃなくていいんだよな、わら。お気づきになりましたか。本領がねー。